大好きブッドが今から、あ、来ました、ね、お大輔さんっぽいです。はい、大輔さんが先に登場です。なんか中からプッペって呼んでる声は聞こえますね。プッペさんもたついてるみたいです。一回マウス見に行きます。珍しい大輔さんが警戒ですわ。どうですか。おーナイス。はい、おはようございます。お、ちょっとちゃうのを映します。323系環状線もたついてますね。なんか遅延でもあるんですかね。あー、あれやな、僕も抜けた後 JR 乗るからね、僕に影響あったらだるいんですけど。はい、で、おはようございます。朝からちょっと離れます。環状線止まっとるやんけ。またまたね。つい昨日ちょっとツイッターきっかけにちょっと仲良くしていただいてる方の情報で、一本足の鳩っていうのがおるっていうことなんですけど、ちょっと雨もあってかその鳩さんには出会えてません。やっぱりね、この人通ってても全然知らんの知らんのって、全然見れてないなーって感じでした。プッペさん来てへんなー。なんか、おー、ご夫婦揃いかけてます。今日はなんか大ちゃんの方が元気ですね。プッペさんがのんびりモードですけど、なんかあったんですかね。よし、ということで、まあ、朝も大輔もプッペも見れましたんで、こっちもここで終わります。ありがとうございました。